はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もイラスト探偵続きをやっていきたいと思います。さて、では、よいしょ。本日はステージ116からですかね。116から120まで。では、116、バスジャックを止めろ。はい、止めるよ。クエスト1。白昼の路線バスでバスジャックが発生し、乗客1名が犠牲になった。男性の致命傷はどの部分だろう？撃たれたとこですね。胸から血を流している。即死だった。はい。被害者を殺した犯人は誰だろう？普通に考えたら、この人だけど。バスジャック犯だ。拳銃を所持している。通報しようとした被害者をためらいなく撃ったらしい。被害者はなぜ殺されたのか、理由がわかる部分を示してほしい。まあ、これかな。被害者は手探りで通報しようとして殺されたのだ。しかし、この時バスジャック犯は被害者を見ていなかった。なぜわかったのだろうか。ん？乗客は全員目隠しをされている。バスジャック犯に通報を教えた共犯が座っている席はどこだろうか。え？見えてた人は、ここ。運転手だけは運転をするため、目隠しをされていない。後に被害者の通報により駆けつけた警察がバスジャックを制圧した。やはり運転手が共犯だった。バス会社へ金を要求したかったという。給与に不満があったことが原因だった。そんなことでバスジャック&殺人？これは重いよ。ステージ117。どこにでもある街の風景だが、子供が一人で通るには危ない場所が集まっている。まず、一番被害が多いのがこの場所だ。地下か、道路と、店と店の間？地下かな？地下道だ。最近は防犯カメラがついていることも多いが、人気がない時間帯に一人で通ることは避けてほしい。子供によっては遊び場所にすることもあるので、親から注意をしておこう。そうやな。開けた場所にあるので、普段はそれほど警戒されないが、人がいないと、途端に危なくなる場所がある。子供もよく利用するのが、ここだ。ここだ？どこだ？自転車置き場？自転車置き場だ。子供は利用頻度が高いので油断しがちだが、人目につかない場所にあることも多く、できるだけ一人になることは避けたい。うん。小学生や中学生がおしゃべりをしたり、休憩したりする場所に使うのがここだ。事故にも犯罪にも遭いやすい。
こういう開けた駐車場。駐車場だ。子供は車を運転した経験がないので、急に車が動くことを理解していない。事故だけでなく、連れ去りなどの犯罪が起きやすい場所でもある。おお。もう一つ、通るのを避けてほしい場所がある。近道をするときについ通ってしまうのがここだ。これな、狭いとこやけど、危ないだろうね。店と店の間の狭い通路だ。子供は探検気分で狭い道を通ることがあるが、人目につかない場所は昼間でも危険だ。少し遠回りでも大きくて人通りが多い道を選べるよう、日頃から一緒に地域の道を確認しておこう。こういう狭い道ね、入りたくなるのすごいわかる。さて、ステージ118。被害者は何をしていたところだったのか、わかる部分を示してほしい。何をしていたところ？え、この女性 VTuber が、たけしさん、この、VTuber として活動していたようだ。被害者はボイスチェンジャーを使って女子高生を名乗っていた。ほう。その辺は別にいいのでは。被害者はたびたびネカマであることがバレて炎上している。その理由となる部分はどこだろう。お母さんに呼ばれてますね。音声入っちゃうもんね。被害者の配信画面には母からの LINE の通知がたびたび映り込んでいた。LINE かこれ。 LINE 使ったことないな。実家暮らしの引きこもり男性であることがバレたが、逆に受けて人気が出たそうだ。ほう。別に面白ければいいんすよ。面白ければ。被害者の死因は毒物による中毒死だった。毒はどこに入っていたのだろう。え、これは辛いね。え、でも、目薬みたいなやつ？薬？これなんだろう？目薬だ。ファンからのプレゼントである目薬に毒が入っているとは思わずに使ってしまった。怖い！でも目薬プレゼントってあんま聞かんけど。犯人のものと思われるコメントを見つけよう。これか？ずっとライブしてて目が疲れない。目薬を送ったファンが逮捕された。犯人は VTuber の女子高生にガチ恋をしていて、高額のスパチャを送っていた。中身が男性であることが分かり、殺意を抱いたと供述している。へえ。VTuber さんはあくまでファンタジーですからね。よし。では、ステージ119。これはあるお金配りアカウントだ。運営者がお金持ちであるふりをするための画像はどれだろう。え、もうこれじゃないの。大量の現金を持った画像だ。持った？置いた？もちろんネットからの無断転載である。通帳の預金残高を加工して、あ、漢字ミスってますよ、運営さん。大金はこの大金じゃなくて大きな金の方ですね。大金に見せかけているパターンもある。はい。多くの場合、お金を配布することに理由をつけている。それはどの部分だろう。ここ、余命2年を宣告されてお金が余っている。余命2年、困っている方を助けたいと書かれているが、本当の善人は黙って慈善団体に寄付をする。ツイッターでは相手が弱者かどうかわからない。余命が短いならなおさら、時間を取る方法は選ばない。
お金が余っているから社会に還元したいという人もいるが、同じ理由でおかしいことに気づけるはずだ。まあね、おかしいよね。もう一つツイートの中におかしなところがある。本当に人を助けたいならこんな条件はないはずだ。うん、リツイートとフォローはいらなくない？彼らは必ずフォローとリツイートを求める。拡散してもらい、たくさん応募されなければ儲けにならないからだ。でもこのお金配りアカウントってさ、なんか一時期、それこそ数年前、なんか4、5年前にはちょこちょこ見かけたけど、ここ2、3年全く見んけど、どっかにはあるのかな？全く見かけないよ。まあ、あんまりツイッターも見てないけど、それでも見かけないかな。応募した人には漏れなく当選のダイレクトメールが届く。振り込みに必要な情報の中で明らかにおかしいものを見つけてほしい。振り込みに必要な、何この登録完了のスクリーンショットって、何この登録完了って。情報商材に誘導し登録を促している。このような詐欺アカウントの目的の多くは情報商材の売りつけだ。この後すぐアカウントが消えて連絡が取れなくなる。氏名や電話番号を要求されるパターンであれば個人情報が目当てだ。このリストはカモリストとして同じような詐欺師によく売れるという。まあよく聞く話だよね、詐欺リストみたいな。特にツイッターとかでああいうお金配りアカウントとか詐欺アカウントにとかに反応しちゃう人ってもうカモリストになってるらしいよ。じゃあステージ120、高級住宅街のリビングで50代女性の遺体が発見された。通報者は誰だろう。まあ普通に考えて こちらの方では。通報したのは被害者の息子の嫁だった。新婚当時から同居しているらしい。被害者の死因はアナフィラキシーショックと分かった。クレープのような菓子を食べていたようだが、何のアレルギーだろうか分かる部分を見つけてほしい。分かる部分、そば粉たっぷり。そばアレルギーか。結構重い人はそばの茹でた香りみたいなのを嗅いだだけでも呼吸困難になったりするらしいね。被害者は重度のそばアレルギーだった。ガレットと呼ばれる薄いクレープにはそば粉が使われている。へえ。でもそばって結構特有の香りがするから結構わかりやすいけど、でもなんかクレープとかにするとわかんないのかな。嫁である女性は専業主婦だったが毎日の家事に追われていたようだ。それがわかる部分を示してほしい。これ怖いよね。30品目って？本気？家事のリストが分刻みで書かれている。被害者は嫁を日常的にいびっていたようだ。30品目？コーヒーを入れようとした時に被害者が苦しみ出してすぐに通報したと女性は主張している。救急車は数分も待たずに来たそうだ。それが嘘だとわかる部分はどこだろう。
コーヒーを入れようとした時に被害者が苦しみ出して、すぐに通報。入れようとしたにしてはしっかりコーヒー入ってるけど、それで一杯二杯目をドリップしている。コーヒーのフィルターが完全に変色している。コーヒーを入れてからかなり時間が経っていたのだ。シュートミの呼吸が完全に止まるのを待ってから救急車を呼んだと思われるが、立件できるほどの証拠ではない。女性は過失致死で逮捕された。あくまでうっかりと言い張っているという、まあ、これどうなのかね、殺意が証明されるかどうか。いやでも過失致死になっちゃうかな、これは。116、バスジャックを止めろ。117、日常に潜む危険。118、電子の偶像。119、お金配ります。120、静かな狂気。この中だとね、電子の偶像ってタイトルがすごい好き。静かな狂気もいいな。タイトル結構センスある方が作ってるよね、これ。好きなんだよね。このセンスのあるタイトルってやつ。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。